マちゃん。風通しか。けど、トオリちゃんだっていつだったかに引っ越してきたんだよね。京介くんの言う風通し、多分エマちゃんからすると反対の価値を持ってるんだろうね。親しい人だと思ってるって。エマちゃんもそう思ってくれているかどうかはわからないけどね。そうかな。それじゃ私はここで。お兄ちゃん、食べる前にちょっといい？マージのことでまた聞きたいことがあるんだけど。マージというかお兄ちゃんのことかな。過去に戻ろうとした動機ってお兄ちゃんがいつも言ってたあのことよね。それ、本当に本当なの？そうじゃなくて、出来事の方。本当にあった出来事？違いがある。どうしてそんな違いが生まれたんだと思う？その時のことで覚えている限りのこと教えてもらいたいんだけど。重要なことなの。お兄ちゃんのことだし気にしなかったことなんかない。ただ信じなかっただけ。うん。
そういうわけじゃない。うん、本当。じゃ、まずは準備運動だね。マジで？一応やっておいた方がいいよ。水多分冷たいだろうし。兄ちゃんの言うのが消えているだけで、本当に見たのかもしれないね。じゃあ、図書館でそういう自然現象を調べてみようか。ダメだと思うよ。
それじゃあ。あれを倒しただけじゃ止まらないと思う。お兄ちゃん、お兄ちゃん、どうしたの？なんで泣いてるの？泣かないで、ね、泣かないでよ。お兄ちゃん、おはよう。何？え？痛い。
め、言えない。だって言ったら、それを言ってしまったら、言えない。お兄ちゃんが好きだから言えないの。私との関係を絶ったこと、少しでも申し訳なく思っているなら、そっとしておいて。なんだよね、どうしちゃったんだろう。そんなに風邪ひどいのかな。京介くん、おはよう。おばさんも風邪がうつったんですか？顔色悪いです。ごめんね、本当は風邪なんかじゃなかったの。ちょっといい？あのね、無駄かもしれないけれど、あんまり知られたくないことだから、京介くんだけに言うね。